ライブダニュースをご覧の皆さん、こんにちは。ハリタカウミです。ということでですね、今日はのテーマなんですけれども、編集部から来た今日のテーマはですね、竜宮城のバブル終了と、報道、宮迫博之は、芸能界に戻りたいと相談ということで、ざっくり概要を言いますとですね、フラッシュという雑誌が竜宮城のバブルは終了して、宮迫さんのイメージは、下落の一途をたどっていると報道したと。そのためか陣内と、智則さんが、宮迫さんから芸能界に戻りたいと相談されたのだそうです。宮迫さんによると竜宮城は大成功しており、最後1年で亡くなったということですが、私として、堀江さんとしてはですね、今後の、宮迫さん竜宮城はどうしていけばいいかっていうふうな、お話をされました。今日のお話の話題はこれになっておりますけれども、何なんですかね、あの芸能界に戻るってどういうことなのみたいな、 YouTube は芸能界じゃないのみたいな、テレビじゃないと芸能界じゃないのとか、なんかそれおかしくないみたいな感じは僕はちょっと個人的にはしてるんですよね。だってもうテレビとか見ても SNS とかで全然テレビに出ても話題にならないし、結局そのサンジャポとか出てもサンジャポに出たことをなんかこたつ記事を書いてるウェブメディアみたいなのが書いてやっと話題になるみたいな、もう最近声かける人たちも YouTube 見てますってみんな言うもんね。あのテレビ見てますという人ほとんどいなくなりましたっていうことで、あのそういうことです。あのもう芸能界とかそういうものはもう時代遅れなんです。宮迫さんはこの激しい競争の YouTuber ですごい結果を出されてるわけですから、そしてまた事業でも成功されてるわけですから、あの芸能界に戻りたいとか言わんでもええよと、まだ今度舞台も出ますよねと、 YouTube のなんか番組をこの間出させてもらいましたけど面白かったですよ、まあ、ただすごい競争は激しいんです。で焼肉屋に関して、牛宮城に関して言うと、僕が言った通りのことを完全にはやってないんで、あれちょっとなんとかした方がいいと思います。あのサイバーエージェントとかも紹介したんですけれども、その後営業あんまりしてないような感じもしますし、やはりその渋谷の IT 企業ですごく有力なサイバーエージェントさんとか GMO さんとかそういったところにもっともっと営業をかけて、会社の飲み会で使ってくださいよと。今の時珍しいですよ、あの辺の元気ある会社って、若くて元気がある会社がお金を、使ってくれるわけですから、あのそういったところに法人営業やって、あのお席を埋めてもらえると、サイバーエージェント社員だったら割引をするとかですね。あとあのしゃべしゃべコーナーがしょぼいんで、あそこはあのうちであの焼肉マフィアのね、あれとか、あの和技術館鍋とかね、ああいうのもね、あの焼肉マフィアの FC として一部営業するみたいなのも僕はありかな、そういうコラボレーションもありかなというふうに僕はあの思ってますんで、ぜひあの宮迫さん頑張ってください。あの思ったよりも持ちましたねと。であのあそこの会社の運営はですね、ちゃんとした会社がやってるんで、そこの社長めちゃくちゃ有能なんで、あの大丈夫だと思います今のところは。ということで終わらせていただきたいと思います。